立憲民主党の内越さくら議員が国会審議で山際担当省の進行を正したとのことですが、一体何をどう考えればこんな発言になるのでしょうか。ただただ呆れるばかりですね。こんな非常識なことばかりしているので国民が呆れているのがわからないのでしょうか。この発言に対する与党や識者、そして立憲民主党の反応など、ネットの反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。立憲民主党の内越さくら議員、参院新潟選挙区選出が19日の参院予算委員会で、世界平和統一家庭連合旧統一教会との接点が次々と発覚している山際大志郎経済再生担当相に対し、旧統一教会の信者かどうかを正す場面がありました。信教の自由は憲法で保障されており、国会審議の中で個人の信仰に関する質問が出るのは極めて稀なこととなっています。内越氏の質問に対し、山際経済再生省は、信教の自由を公の場で公人といえども、そういうことを聞くべきかどうかはわかりませんが、お尋ねでございますので、と言いよどみながらも、私は信者ではないと否定しました。ニュースを深掘り。というわけで、内越さくら議員が国会審議で、山際経済再生省の進行を正した際の発言が、重大な人権侵害にあたるということでしたね。この内越議員の世界平和統一家庭連合旧統一教会の信者かどうかを正したことについて、自民党内からは、信教の自由を保障する観点から大きな問題だと批判の声が相次いでいます。20日の参院予算委員会理事会では、自民党の藤川正人与党筆頭理事が、信教の自由に関わるもので、そうした質問は過去にはなかったと指摘しました。これに対し、立民の石橋通宏同野党筆頭理事は、旧統一教会は解散命令請求を含めて議論している団体だ。質問には意義があったと語っています。また、自民の牧原秀樹衆院議員は、自らのツイッターで、明確な憲法違反で極めて危険なことだ。護憲だと言いながら、基本的人権の尊重を理解できない議員は辞職すべきだと投稿し、同党の中村博之衆院議員も、記者団に、たとえ大臣とはいえ、質問の内容は不適切だと述べています。国際政治学者の三浦瑠麗氏も20日、フジテレビの情報番組、目覚まし8にて、内越さくら参院議員が、山際経済再生省に対し、旧統一教会の信者かどうかを正したことに言及し、山際大臣は私も辞任したらいいと思いますけど、立憲民主党の内越さくら議員が、山際さんの個人的な信教について問うたんですよ。憲法を知ってるはずなんですよね。弁護士さんなんで、その人の内心の何の宗教を信じてますかっていうのを、カジュアルなカンバセーションで聞くのも問題なのに、国会という場で聞くっていうのは、これは相当な信教の自由の侵害にあたると指摘し、山際さん、答えるべきじゃなかったんです。答えたいでしょうね。私は、統一教会の信者ではありませんと言いたいだろうけど、そこはあえて言わないっていうのが、正しい憲法の理解、立憲主義なんですよ、と、自身の考えを述べ、多分皆さん、あんまり、重さがまだ分かってらっしゃらないけど、じゃあ他にどうですか？創価学会の信者ですか？とかね、いろんなことを聞けるようになりますよね。そうすると、いろんな差別が生まれるかもしれないし、本当にそういう社会にするんだったら憲法を改正しなきゃいけなくなるんですよね。信教の自由を言うのはある程度までしかありませんという憲法にしないと。それをどうですか？皆さんはと問いかけました。さらに三浦氏は
山際さんという人が大臣としていろいろ問題があると私は思いますよ。問題がある人だから、じゃあ信教の自由について犯していいんですっていうんだとすると、いい人の人権しか守れなくなるじゃないですか。それでいいんですか。今は犯罪者だって裁くにあたっては相当な人権に配慮して裁いていってるわけですからと強調しました。一方、立憲民主党の長妻昭政調会長は20日の記者会見で、内越さくら参院議員の質疑の是非について、内越氏がどういう状況でどう言ったのかわからないが、旧統一教会との関連性を断ち切ると岸田文雄首相が明言している、その範疇の中の発言とするのか、そうでないのか、詳細がわからないのでコメントができないと述べるにとどめています。また、一般論として、公の場で信仰を尋ねることの是非については、一般論についても、そこの状況とリンクしてくると思う。今、直ちにはコメントできないと繰り返していました。また、泉健太代表も、21日の定例会見で質問の是非について問われ、私も驚いた事例として、過去に自民党議員が公明党議員に対して創価学会員か否かを正した事例を指摘し、質問についてはそういうことを聞かれるべきかどうかというのは実際の国会の中で判断されていくことだとして、直接の評価を避け、批判については今のご意見は受けたまわりましたと応じるだけでした。泉代表は記者団から、ちょっとノリを超えているのではないか、注意とかはしないのかという指摘には、今のご意見は受けたまわりましたと繰り返し、別の記者がああいう発言をあまり子供に聞かせちゃいけないと指摘し、党最高顧問の肩書きを持つ菅直人元首相が日本維新の会と創設者の橋本徹氏について、第一次大戦後の混乱するドイツで政権を取った当時のヒットラーを思い起こすと投稿した問題を引き合いに、やっぱり立憲ってそういうところがあるんだなって、もう2回起こっている、国会審議で成果があったいい時こそ代表として守りも固めないとやられてしまうなどと認識を正したことにも、そういうところはあると思いますね。やはり党所属議員、不用意な発言というのを気をつけねばならないと思います。特に人権ということについて日頃から訴えている政党であれば、人権に配慮して発言をすべきだと、これはもう間違いないことだと思いますと問題意識をにじませた。党所属議員の国会でのあまりに非常識すぎる発言を受け、立憲の幹部も思考停止に陥ってしまっているようですね。やっぱり立憲民主党、有権者の誰もがそう思っていることでしょうね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。仮にも立憲を名乗ってる政党が、憲法違反の自覚がなかったってのがすごいな。信教の自由や政教分離に関わる話だから慎重になれって意見にも、つぼつぼとレッテルを貼って暴走してたからな。これはアウト。国会で違憲行為。議員辞職だろ。なんで立憲はいつもチャンスをピンチに変えるんだよ。こんな手たらくで与党叩いてたのかよ。お前らが率先していかなくてどうするよ。明日から違憲民主党に改名します。名前変えなきゃいけなくなるの何度目だよ、あら。情けない野党。朝日新聞がこの件には今のところ一切触れないわけだが、護憲派としてはおかしいよな。なんで問題視しないんだろう。立憲民主党のツイッター公式アカが、
この質問の動画だけ投稿してないって時点で、他の質問部分は動画投稿あり。やばいこと分かってて、下っ端に質問させただろ。統一教会だけを攻撃するのは、どう見ても憲法違反になると思うんだけど。やるなら、カルトすべてを摘発するレベルにやらないと。にもかかわらず、他のカルトには、だんまりな野党とマスコミ。これ憲法違反ギリギリじゃねえの？なんで、もっと騒ぎになってねえんだ？これ与野党逆だったら、鬼の首取ったみたいに、笛や太鼓叩いて半年は大騒ぎしてるだろ。質問する前にチェックとかしないのか？ドン引きしたわ。ネクストキャビネットとかで遊んでないで。党内で法務部作って、全発言を事前にチェックしてもらえよ。そうすれば、蓮舫のブーメランも少しは減るだろ。いつも、権力のブレーキとか言い張ってる連中が、全力ブレーキ壊して手続き無視して権力乱用させようとしてる。こういう連中が戦争に突き進ませるんだろうな。内越の質問は、立憲もなかったことにしてるし、共産もだんまり。さすがに護憲派としてはまずいでしょ。ここで擁護してる人たちは、やっぱり、中核とか赤軍レベルの過激派なんですか？それとも、外国の工作員？立民は、全員の信仰を明らかにしてから質問しろよ。それ以前に、帰化前の国籍を明らかにしろ。国葬の法的根拠を問題にしといてこれか。パさんたち、普段から、そんなに順法精神あったっけ？と違和感しかなかったわ。人を責める時だけ、都合よく法律がどうのこうの、決まりがどうのこうの言い出すんだよなわら。これが、ただの民主党や民進党や希望の党なら、まあね、ぐらいで済むけど、立憲民主党がやっちゃうんだから面白い。前の感想。このニュース。あなたはどう思われましたか？信仰を公の場で正すのはどうなんでしょうか？内越議員はどう言ったつもりだったのか理解に苦しみますね。信教の自由には信仰の自由と信仰に基づく行為の自由が含まれると考えられ、信仰の自由は内心の自由として絶対的に保障されるのではないでしょうか？信仰告白の強制や信仰、不信仰を理由とする不利益が禁止されるのは、思想、良心の自由と同様だと思います。これに対し、後者の宗教的行為は、外部的な行為であって、社会における他者との関わりを生じるために、一定の制約に服さざるを得ないと思います。この考え方は、憲法学の基本だと思うのですが、内越議員は、憲法の基本原理を理解してないのでしょうか。仮に、山際経済再生省が、信者ですと答えたらどうするつもりだったのでしょうか。統一教会の信者なので、辞任を要求するというのでしょうか。勘違いされているみたいですが、どんなに問題のある宗教でも、信仰は自由です。山際大臣が、問題のある宗教団体と接点を持っていたことと、個人として心の中で何を信仰しているかは別問題です。もし個人の信仰を理由に一政治家が辞任させられるならば、それこそ政教分離に反します。護憲派を辞任する立憲民主党の議員が、こういう時だけ憲法を尊重しないというのは、都合の良すぎる話ではないでしょうか。いずれにせよ、このような質問をしているから、野党はだらしない、などという声が聞こえてくるのではないでしょうか。そもそも、野党議員も、統一教会と関係があったわけですし、調査後の辻元議員などの発覚もあり、自民を追及するという姿勢にも疑問があります。また、
党を代表して質問に立った議員の発言に対して党幹部がコメントできないとはどういうことなのでしょう。党幹部は事前に質問内容を確認し承諾しているのだろうか。内越氏は夫婦揃って弁護士で法学専門家にもかかわらずこの質問をしたということは日本国憲法を軽視し意図的に憲法違反を犯したということであり、日本国国会議員として最低限必要な資質を満たしておらず、即刻の議員辞職を求めるべきですよね。立憲民主党もこのような質問を容認したという事実がある限り、日本国憲法を軽視する政党との評価は免れず、ますます国民の立憲を見る目が厳しくなり、これからも議席を減らし続けることは間違いないですね。一刻も早くなくなってほしい、そう思うのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの舞です。ご視聴、ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。